哎呦，还有那，不是这还有，哎哎，あの YouTube が子供の裸だけじゃなくて上半身もなんか基本だみたいなんで、遊んでるやつ撮りたいんですけど、あんまり顔しか撮れませんっていうので、なんか攻めかけてやばい。昨日はせい自分でシャーボット遊んどったな。いいよなお。昨日はせい自分でシャーボット遊んどったよな。どこ見とんの？どこ見とんの？せいきはプールでもめっちゃ遊んどったけど、あんたもう満員席やな。だけどいつもプールのさ、お風呂も特にプール最初新鮮怖がりやるしみたいな。だけど多分どんだけ冷たいか、どんな冷たいか何か分からへんか、最初怖がりやったらほらプールって見えない。自分で全部確かめてもう大丈夫やなと思ったら全然楽しんでやる。危ないかちょっと分かってるの。多分な、水深いところで溺れてはないけど、深いところに水を飲むと救急車が乗ってやるから、そう、それで学んだ。手潜ってね、手潜ってね、温泉とかって本当は泳いでないのしかあかんの知ってる。ただ、今日は貸し切りで子供たちとわーっとしていいよって言ってくれてるから OK。 うん、ここに人がいらっしゃる。お客さんになるとお店の人が、ホテルの人とか宿の人が、子供たちがいっぱいいるから、わーわーするように貸し切りにしてくれてる。めっちゃ高いっすよ。せいえせいえ溺れてるよ、泳いでるせい、うませいせい、いつもタッチしてくれるのに、せいせいいえいえいえ、めっちゃ無視するよ、どうしよう、いえいえいえなった。なでんなみたいな、なでんなみたいな先生で。どういったの？どういったの？おなら、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 おなら。お世話泳ぐの邪魔よ。移動してあげたいぐらいだわな。イエーイ、イエーイ。なあ、チャラしてるな、この音はな、押し方分からへんから怖いな。楽しいな、楽しいな。なあ、普段温泉行ったらあかんあかん、罰4ばっかやるもんな、他の人だからな。今日刺したらまだやるけど、今から後で撮ったら待ってな。うん、ちょっと待ってな、せい今これシャワーしてるから、ちょっと荷物買って。ありがとうございます。楽しいよ、楽しいです、楽しい、楽しい。気分は、気分は消防士。イエイイエイ。無視すんなよ、無視すんなよ、無視すんなよ。せいせいイエイイエイイエイ。隅っこで毎回ジャンプするの。隅っこ暮らしのお店に来ました。でももう閉まってます。だから明日の朝これな、なホテルの前足、明日の朝来るっしょ。はい、はい、じゃあここ記念にほら隅っこ、はい、さすがやな、隅っこやな、もう絶対人気やで、ね、ここでもな、びっくりしたことあるんだよ、これ隅っこやのにめっちゃ道の目立つ真ん中にあんねん、隅っこじゃなくて。ほらもうほらめっちゃ目立つ場所、全然隅っこじゃない。な、真ん中やな。でも滑っとるやん、おとん。ほんま。
ダリガニダリガニダリガニほらベビーカステラの隅っこ下の壁見て。いやめっちゃアイスもあるやん。そんだけでいや明日これ絶対食べよう。うわやば下の壁もあるね。そう高いけどもあれや頑張るわ明日だけな。756万円やば。下がかわいい。ん下あ壁がかわいい。ほんまやかわいい。白子マリアが好きなんですよ。かわいい白子も。お姉ちゃんは猫ちゃん好きやろ。猫ら猫がしてるぞ。なんでなんでなんで隅っこ猫がしてるぞ。見えんの。えパパはゴン箱しか見えへんけど上上あーこっちか。いやすごい。明日これ買う。あーやっぱ隅っこい。店閉まってんのになんか修学旅行セットになっておるの。行こうか。よしホテルで温泉入るでしょ。はい。よし行こう。じゃあご飯パーティーする人。はい。ご飯パーティーってないの。そっちちゃうで。リオ綺麗。小学校もライトアップされてる。あれなんか五重塔がライトアップされてる時見るとまだやな。光ったら見たい。今日も温泉入るぞ。しんちゃんどんなんか気になる。うん気になる。昨日は寝とったもんな。うん入ろう。リカシカシカシャンドゥ。リオと名は知ってるやろ。はい、生徒じゃあシンとリオとナオとパパで無理に入ります。はーい。あんたまた機能として見事してんのなあ。撮りたいけど映されへんわ。なあおっぱいとか入れ残したらあかんからね。映されへんわ。おけん出すって見事しとるね。はい、こんな感じでめっちゃ見事してます。ナオちゃん何してんの。ナオちゃん何してんの。さっきナオがリオに触った。じゃあ今日さ、分かった。風船壊れた代わりに今日クレーンで撮ったスーパーボールで遊ぶ。ああ。飛びになるから頑張ってな。しんちゃん浮かんでる。すごい浮かんでる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 。あ、なんちゃん、あ、どんどん消える。どんどん。はい、みんなで入ってます。みんなで入ってます。おなちゃん、おばあちゃん慣れてる。すごい最近シャワーとか頭を全部自分できるもんな。すごいな。はい、1年生、楽しかった、小2。いや、それ卒業式言うて何言ってんの。他は、他は何 YouTube で見た。考えただけ。嘘、絶対聞いてるわ。はい、他はどんなの。それぐらいしか聞いてない。知らん、さっき言ったよ、なんか楽しかった、遠足って言ったよ。そんな中、卒業式や。絶対卒業式、どこ見とる、誰もおらへんちゃう。どこ見とる。みんなちょっと店やってますか。笑顔で、待っててね。まだやってますか。まだ空いてますか。いや、飲み屋ちゃうから、飲み屋ちゃうから。みんな、元気です。笑顔で、待っててね。はい、はい、じゃあ今から、とんかつパーティーするでしょ。はい、はい、なんかとんかつ嫌い。大学、修学旅行って書いてるの。まだ待ってないから。楽しかった、修学旅行、まだやから。まだやから。あんたまだ小学校も入ってないから。おはよう。うん、何が見えた。だって朝なって楽しいから。うん、だって朝なって何楽しい。うん、夜嫌い。朝楽しい。うん、お出かけできるな。うん、だって、お散歩できるもん。お散歩行こうか。ご飯食べて、お散歩行って、すみこ暮らしの店行く。うん、これも昨日もらったな。うん、じゃあ、お子様ランチ。だって、コーンタッチ、おもちゃあげようかって。うんって言うかがり。シントリオは何した。出てる。出てるな。うん。タラララン、タラララン、タラララン。やばい、死んでる。ちゃうな。線はめっちゃ速くやったけど、60人ぐらい。